孝太郎選手とチームイクスの菊川選手ともに無敗で KO 率高くて、はい、その選手が2人がねタイにムエタイに挑むっていうのは結構なんか楽しみだったんですよね、はい、だからさっきの孝太郎選手はね惜しくもね1ラウンドで知ってしまったんですけど、はい、菊川選手ね7戦7勝 4KO、はい、負けてないですから、はい、そうですね、で強いんですよ。だからこのねムエタイのリチデー選手も日本初だと思うんですよね、はい、だからあのどっちがどういう試合に流れていって勝つのか、はいはい、本当楽しみですね。この日本人菊川選手勢いそのままに、はい、そうですね、押し切るのか、それとも、うん、本当そうですよ、リッキーデイ選手あの、うん、成績見ると97戦というですね、そうですよね、日本に勝つことは、うん、もうほぼ不可能に近いと思うんですよ、はい、あのもう3歳ぐらいからやってるので彼ら、うん、はい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 、勝てるとしたらやっぱ K1 ルールとかそのなんかパンチだとタイ人に勝てる選手いっぱいいるじゃないですか、はい、蹴りと首相撲と距離感っていうのはタイ人に勝てる日本人って、はい、ほぼほぼ難しいと思うんですよ、奈良香選手みたいにそのほぼタイ人のような日本人とだったら別なんですけど、はい、だからパンチでなんか当てるところを見たいですよね、はいはい、蹴りだけの差し合いだと基本難しいのかなと思います。本当にあのタイの選手の距離というのが今日本当に如実に出てますよね。めちゃめちゃうまいんですよ、あの軸のバランスというか、はい、さあそこいかに、まあ、肉を切らせて骨を立つじゃないですけれども、しっかりとすごいですよね、踏み込んでいけるか。日本人は柔らかくないからできないんですよね、あれは。はいはいはい、この反ってこういう前蹴りができないんですよ。はいはいはい、さあこの試合はベルトかかってますからね、王座決定戦なんですね、はい、スーパーバンタムの、はい、三日月とかいいですね、決定戦。タイ人ってボディそんな強くない。なるほど。いや、なんかめっちゃボディ強いってわけでもないですよね。はいはいはい、倒れてる選手いっぱいいますもんね。そうです ね、 ね、あとね、意外とローキック、はい、あんまりタイ人同士蹴らないじゃないですか。確かにミドルですもんね、うん、はいはいはい、確かに日本人が勝つのはそこなのか。そういったこう、まあ、特色を生かした形で。そうですね、まあもう本当他流試合というか石川闘技戦に近いですよね。だから菊川君もなんかね、はい、ムエタイするつもりはないでしょうし、ムエタイない技で。そうですね、今回のムエタイルール初挑戦という。そうなんですか、はい、うお滑った。まあ、これはスリップですね。ま、戦うとちょっとイライラしちゃいますよね、うん、長引けば長引くほどやっぱムエタイの術中にはまるというか。なるほど、うん、温まる前に、はい、なんかいい当てたいですよね、はい、もう1ラウンド終わりですけど。そうです、残り10秒、おい当てた。さあお互いいい蹴りを放ってはいるんですが、なかなか決定打に入らないか。さあ組んだ、お第1ラウンド終了。ここで第1ラウンド終了でございます。軽く組んだあたりで1ラウンド終わるところがたまんないですね。はい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 、2ラウンドどうなるんでしょうね、本当にこの勢いそのままに、ね、やっぱ一発ちょっとね鼻明かしてほしいですけど、はい、うん、さあ今のところこう両者の、ペースの掴み方だったりっていうのはどうでしょうか。う、ね、試合の運び方は。いやまだね、まだわかんないですよね、どっちも。うん、菊川選手前に出てますけどね、はいはいはい、うん、まあ、菊川選手はあの本人曰くではございますが、まあ、はい、オールラウンドに戦えるということで、はい、ムエタイの初挑戦にしてはまあ順応しているというか。沖縄、そうなんです、沖縄の選手ですね、はい、沖縄でじゃあ7戦全部戦ってるのかな、ですかね、はい、九州も出てきてるのかな。ライズウエスト、はい、で、去年の10月ですかね、ライズウエストで、はいはい、でも7戦無敗はすごいですね、はい、それでもう100戦弱のタイ人といきなり戦うのすごいですね。そうなんですよ、そうなんですよ、それはすごいなって思います、ね、めっちゃどうせやらなきゃいけないんだったらここだろうみたいなね、うん、さあ2ラウンド目開始ですが、さあいきなり動いてきましたが、やっぱ組んできましたね。しかし組まれたらですね、このあたり組まれたらやっぱ何でしょう、肩で決められてるような形ですよ ね、 ね、確かに。あれ意外と痛いんですよ、肩とかっていうのが締めてるので意外と、はいはい、あの柔道の技って肩固めにみたいな形ですよね。あの体重のテクニックなんですけど。なるほど、マジでこのキュッてやる力が強いんですよね、体重の。おパンチ、しかししっかりと打ち合ってるのは菊川蓮。思うんですよ。そうですね、そうですね、うん、おっと倒していきました。
しっかりとムエタイにも順応しているのが菊川蓮、勢いありますよね。はい、手数も多い。あの1ラウンド目から言ってました、やっぱりローキック、こういったところを多用するのが有効かもしれませんね。あとフィジカルめちゃめちゃあると思います。確かに初挑戦での首相撲というのはどうでしょうか、宮田さん。確かにそうですね。絶対みんなね、避けたら通れないとこですけど、はい、まあもう本当に昭和の話になるんですけどね、はいはい、やっぱり打倒ムエタイで黒崎健二先生から、はい、藤原敏夫さんがやっぱりムエタイのリズムを崩せと、はいはい、ムエタイない動きでムエタイを倒せということでラジダムナのチャンピオンまでたどり着いたっていうロマンがありますからね、はい、やっぱり菊川選手は多分陣営としてはね、はい、ムエタイはやるなっていうことで、はいはいはい、うん、相手に付き合うなってことですね。そうですね。しかし首相撲付き合わない方がいいんですよ、はい、これはきついですよ。やっぱこの土俵で言えば今はトントンかもしれないですけど、うん、はい、絶対どんどん差が出てくると思うんですよ、はいはいはい、プロなので。いや、前回第10回の鼓動でもあったんですけれども、はい、このタイ人の首相撲のうま、はい、さスルッと入りますよね。そうですね。打撃当たったりもしてるので全然打撃でいっていいと思うんですけど、はい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 、打撃では確かに引きを取ってませんからね。そうですね、まあ、いやパンチが当たったりもしてますね。でも組んだら多分消耗していくと思うんですよね。ちょっと呼吸にまたもや先ほどと同じような形で肩を肩口決められているような形でラスト30。なかなか菊川選手が馬力あるんで、はい、タイの選手もね捕まえきれてはいないけど、ね、だん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 持ち込んでますよね、はい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 、捕まえちゃえばもうパンチ当たんないですからね。さあこういう体勢が増えてまいりました。このタイトルマッチ、このパターンはもう本当に日本人とタイ人、ね、首相撲付き合わない。そうですね。はい、さあ10秒切ってます。第2ラウンド終了。さあ2ラウンドが終了しました。いやいや、この試合完璧になんか肩に破滅ありますよね、はい、うん、今までのなんかこの2人の選手は組まないで、はい、ね、はいはいはい、勝ち切りましたけど、うん、このリテ選手はやっぱりね、はい、首相撲に勝機見出してますね、まあ、しっかりタイトルマッチだから本当に勝ちにいって、うん、ポイントでも勝ちにいっているんですね。決定戦のため延長戦がありとなっております。まあ、本戦ドローの場合は延長で決めるって感じですかね、はい、次が最終ラウンドではございますが、うん、これで決着がつかなければ追加でもう1ラウンド、うん、まだタイ人は顔にパンチもらってないですよね。そうですね、うん、的確な有効度は入ってませんね。めっちゃアフォーガルクリーンヒットとかはないですよ ね、はい、ね、ちゃんと組んでますもんね、危ない時、はい、怖くないのかねパンチ ね、 ねえ確かに本当に。ラウンド3ファイナルラウンド。さあ始まりました。さあ最終ラウンドでございますが、思いっきりもう何のためらいもなく組んでますね、はい、本当にいきなりもう初手からいった形ですね。めっちゃちょっとの時なんですけど、はい、位置的に首ロックされてるその対人しか蹴れない膝なんですよね、組み方が。はい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 、正直めっちゃ効くとかじゃないんですけど、うんうん、日本人は蹴れてなくて対人だけ蹴れてるっていうのでポイントがちょっと差ついちゃうんですよね。なるほど、最初の出だしのやつなんですけど効くとかじゃなくてポイントの見せ方なんですよね。なるほど。いや、しかし菊川選手も膝、いや、でも上手いんです、上手いです、はい、出し始めましたね。そうですね、上手い、上手いです。やられっぱなしじゃないですね、はい、うん、動かされてないので。さあ、おっと入ったか。あ、でも首の。さあ、しかしここで首相撲に逃げられてしまう。そうです。うまいな、活かせないやり方が。さあ、これが岸と出るか京都出るか。さあ、どん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 じりじりと追い詰めているのは菊川蓮選手。うわ、し
かしこの先ほどパンチャンリナ選手が言ってた首相撲からの膝ですよね。そうですね。あと意外とこれ、うん、あの本当にロックされてます。はい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 。これやっぱスタミナ奪われますか。タイ人はこれで休憩してるんですけど、うん、日本人は耐え動かさないようにとか耐えてるので、うん、結構ずっとムエタイの選手だったらいいと思うんですけど、はい、慣れてなかったらどうしたらいいだろうってなると。ここも今確かに手が手がそうですよね。そうかそうか、ロックできてないので、はいはいはい、全然ここ違うんですよね。うまいですよね、打撃せずに戦うっていう。いや本当に気づいたらスルッと組まれているっていう。もう組む、来たら組む。さあ独特のリズムでしっかりと距離を取っているのはベーナー、リッキーデー選手。ミドル当てて、あっとバックスピンキックは不発に終わってしまった。あ、もううまい、もうロックしてるのうまい。いやうまい、しっかり自分の膝を相手との間に入れてですね、距離も取ってるんですよね。で一発ラスト30、ラスト30。さあ残り30秒。一発ミドルとか当てて蹴る組むって言ったらもうこれでポイントになるんですよ。一発。はい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 。だったらうまい。やはり至近距離からのパンチ勢いが乗らないですよね。で、キッカー選手は前に行った時に組まれてるので、うん、一発当てれてないので、はいはいはい、ポイントが取りづらいかもしれない。あ、うまい。あ、おいっけ。あっと。さあ残り10秒。おお。さあこの最終ラウンドで決まらないか。試合終了。いやー、さあ両者の集計に入ります。キッカー選手ね、はい、気持ち切れずに戦ってるからね、ペースはね、はい、完璧には奪われてないんだけども試合はさせてもらってないですね。そうですね、兄さんはもう全部首相撲でしたね、うん、まさにあの首相撲で完封しているかのごとくですね。対人から見たらあれはポイント取ってると思うんですよ ね。なるほどなるほど。日本だとちょっと、わかんないんですけど、はい、ポイントにするかどうかは、まあ、ムエタイルールで考えたらムエタイルールだったら、うん、対人取ってるんですよね、はい、さあまずここで一旦ロックの位置とか、はい、まだキッカーもね全然俺は元気だってつもりだろうけど。そうですね、うん、そうですよね、打撃もらってないし、ポイント勝負だとね。さあ判定の集計が今届きました。さあ両者ともに右拳を上げたので、上げてました、はい、お互い勝利を確信しているところはあるのでしょうが、さあ結果やいかに。めっちゃ差はないですよね、はい、でもと思ったんですけど。ジャッジの集計の判定をお知らせします。ジャッジ北尻30対29、青。そうですね、さあリッティでジャッジ田中30対28、青。さあリッティでやっぱ3ラウンド目取ってますよね、絶対。ジャッジレイライ30対29、勝者リティーデイ。さあ、ね、結果は3対0でした。1、2は多分ポイントあんまついてないので3